さんこんにちは、サスライナーキンドです。女神デバイスですね、アスラ、忍者急兵の制作を続けています。こちらですね、下処理した、パーツになります。この、2つのパーツが、アスラ、忍者急兵の、白い部分のパーツになりますけども、2体分のパーツですね。もうこんだけあります。めちゃくちゃパーツが多いです。はい、2体分となるとかなりのパーツです。これにですね、デカールを貼って半光沢の艶結晶を拭いていきます。まずですね、白のパーツから仕上げていきたいと思います。ということでですね、白いパーツに、半艶のですね、トップコート、デカールを貼って、半艶のトップコートをかけた状態がこちらになります。こんな感じになりますね。半艶のトップコートをかけたことによって、デカールもですね、パーツにかなり、馴染んだ感じになったと思います。全体の光沢もですね、まあ、そんなに、ピカピカではなく、艶がないでもなくという感じで、ちょっとプラスチック感も切れてですね、ちょうどいい感じに、なったんじゃないかなと思いますんで、問題はですね、あと全部のパーツを組み合わせた時に、全体にどういうバランスになるかどうかっていうことですけども、これはちょっと、全体を組んでみないとわからないんですけども、制作を続けていきたいと思います。はい、ということでゴールドパーツにですね、グロスの黒を拭いて、ゴールドを拭いたらこんな感じになりました。どちらかというとですね、キンキンとした感じよりもですね、ちょっとこう渋い、渋い仏像の金みたいな、金色になりましたけれども、まあ、女神デバイスのですね、このシリーズにはちょっと渋めの、ゴールドいいんじゃないかなと思って、まあ、これも結果オーレですね。ちょっとこういった感じの、ゴールド塗装は渋めの銀色、金色ですね、になりました。こんな感じです。